許します。田辺雅代さん。はい、私はただいま可決されました特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案に対し、自由民主党、国民の声、立憲民主、社民、公明党、日本維新の会、国民民主党、新緑風会及び日本共産党の各会派並びに、会派に属しない議員、須藤元気さんの共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案に対する付帯決議案。我が国において違法に採捕された水産動植物が流通することにより、国内の水産資源が減少し、適正に操業を行う漁業者等の経営に影響を及ぼす恐れがある。これらに対応するため、輸出品を含めて違法漁獲物の流通を防止し、国内流通を適正化することは喫緊の課題である。また国際社会において IUU、違法・無報告・無規制、漁業撲滅の実行が求められており、水産物輸入大国である我が国としても、海外の違法漁獲物の流入を阻止する措置を講ずることが急務である。よって政府は本法の施行にあたり、次の事項の実現に万全を期すべきである。1、本法制定の第一義的目的は、国内外において違法に採捕された水産動植物の流通を防止することであることについて、漁業者、漁業協同組合、流通加工業者及び消費者等の国民全般に周知し、十分な理解と協力を求めること。2、特定第一種水産動植物等、特定第二種水産動植物等を定めるにあたっては、我が国水産業の実情を踏まえ、漁業者、流通、加工業者の経営及び地域経済に及ぼす影響について、十分に配慮し、慎重に行うこと。3、漁業者等の届け出、漁獲番号等の情報の伝達、及び取引記録の作成、保存等の制度の創設、運用にあたっては、関係する漁業者、漁業協同組合、流通、加工業者及び産地、消費地、市場の等の過度な負担とならないよう、電子化等、制度運用体制の整備に必要な支援を行うこと。4、近年、我が国排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が頻発かつ恒常化している事態に鑑み、違法外国漁船を早急に排除し、我が国の漁船の安全操業を確保すること。また、違法漁獲物及び加工品の我が国への流入を確実に阻止すること、右決議する以上でございます。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。ただいま田名部さんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の起立を願います。全会一致と認めます。よって田名部さん提出の付帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、野上農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。野上農林水産大臣。ただいま法案を可決いただき、ありがとうございました。付帯決議につきましては、そのご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。